はい、速稼塾の久保です。今回ね、速稼塾の塾生さんから実績報告をいただきました。通常こういう報告はあまりしないんですけども、今回すごくね、私も肝入りと言いますかね、非常に嬉しい連絡だったんで、公開させていただきます。ただ公開といってもご本人さんの了解を得てないんで、一部だけになりますけどね、ここで私が喋るだけになりますけども、まずね、商品を3つ作りましょうといった話をしました。そして商品を3つ、低価格のものとミドルレンジのものと、あとは高額のものね、3つのプランを考えて、それぞれに明確に、種類分けをね、区別分けをしたんですね。で、今回3つの商品のうち、まずですね、ライトプランといって、まあこう割と手に取りやすい価格のものですね。それからベーシックプランといって、まあちょっとこう価格のどっしりとしたもので、高額のプレミアムプランで、この3つのうちのプレミアムプランはまだ売れてないんですけども、ライトプランとベーシックプランがそれぞれ売れたということでございました。ライトプランが4件とベーシックプランが1件ということでね、売れましたと、購入していただくことができました。で、久保さんにアドバイスしたように、顧客のニーズをつかむように努力した成果かと思います。すごいですね、顧客のニーズをねしっかりと掴んだんですね。素晴らしいと思います。で、久保さんのおかげでネットビジネスで一歩を踏み出せたように感じており、大変感謝しております。こちらこそありがとうございます。これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。すごいですね。そして YouTube チャンネルも1000名を超えたところということなんで、いや、これも嬉しいですね。ずっとね、数百人の時からずっと見させてもらって1000名を超えたということでね、素晴らしいと思います。で、今回のチャンネル登録1000名っていうのは、私が自分のチャンネルでこの人のチャンネル登録しましょうってからね、ことさらに宣伝したわけでもなくて、本当にね、私のアドバイス聞いていただいて、あとは試行錯誤しながら、本当自力の部分が結構多かったのかなと思いますよね。いやー、これはね、感慨もひとしおですね。おめでとうございます。素晴らしいと思います。これからも頑張っていきましょう。それではね、きっとですね、このライトプランとベーシックプランをご購入いただいた方の中からプレミアムプランのご購入者出てくると思いますので、まずはね、このライトプランをたくさん手に取っていただくっていうことをして、その中からベーシックプランのおすすめをしていきましょう。そしてベーシックプランをご購入いただいた方にプレミアムプランのおすすめをしていくっていう形でいいんじゃないですかね。だからこう、ライトプランが多くって、その次がベーシックプランで、でプレミアムって感じですかね。この三角形ができるイメージです。はい、あとはね、このページ、今サイトを見てますけども、このページの宣伝をどのぐらいするかだと思いますよ。動画もちゃんと作れてますしね、いいですね。サムネイルもきっちりとしてて、なんか言うことなしですね。はい、これね、他の方にもどんどん見したいと思いますので、もしね、見していいよってことでしたら、URL リンクを私の YouTube の中で紹介させていただきますので、よろしくお願いします。で、もしよろしかったらね、 Zoom 対談の方も申し込まさせてください。私のチャンネルで一緒に話しましょう。では失礼します。